収まりました。スタートしました。4番テリオッサラ、3番スティックバイミー、外から8番のエルフストラック、一気に前を制していく。これに11番テリオスルルがついていきました。内から1番平木ミニー、間に3番スティックバイミー、4番のテリオッサラ、1コーナーカーブへと入っていきます。先段固まりました。その後に9番フォーエリートと、外に12番のフォーザボーイズ、1コーナーから2コーナーへ。前は8番エルフストラック、西日を浴びてリードは1馬身、2番手11番テリオスルル、3番手インコース1番の平木ミニー、体半分差、3番スティックバイミー、4番テリオッサラ、2馬身半相手12番フォーザボーイズ、位置を上げて前から6投目、その後5番ミヤネーロ中段です。ラチ沿いの追走、あとは9番フォーエリート、2番のカンティアーモ、さらには6番カニキルと続いて3馬身後ろ10番ラビットアイ、今日は後ろから2番手、さらに4馬身ぐらい相手、単独最高峰7番のマルコタージです。向こう上面の後半を進んでいます。先頭8番のエリフストラック、リード4分の3馬身、2番手11番のテリオスリル、スタートからの 1000m59 秒9で通過。その後1馬身差、3番手は4頭が広がっていて、外から12番フォーザボーイズ、そして4番テリオス、さら動いていきました。内から1番平木ミニー、さらには3番のスティックバイミー、その後に9番のホーエリート、5番ミアネーロは中段インコースの立ち回りのまま先頭まで5馬身の圏内です。4コーナーにかかります。前は8番のエルフストラック、並んで11番テリオスリル、外から12番フォーザボーイズ、差がなく4番テリオス、さら第4コーナーをカーブ、直線コースに向かいました。前は8番エルフストラック、リードは2馬身、2番手1番平木ミニー、内から5番のミアネーロ、2番手スイから一気に前を追う。外からは4番のテリオス、サラと12番フォーザボーイズ、そして9番のフォーエリートカニキルです。前はここで間から5番のミアネーロ先頭に変わった。外から各馬追い込んでくる。6番のカニキル、さらには9番フォーエリート、9番フォーエリート進み寄ってくる。さらに2番カンティアーモなど、先頭5番のミアネーロゴールイン。2着争いはわずかに9番フォーエリートか、内2番カンティアーモ、10番ラビットアイ、8番エルフストラック固まって入っています。